人間の分際で我が姿を捉えたか。そなたは他の人間たちとは少し違うように思っていたが、どうやらそれはわらわの間違いだったようだ。そなたは少しどころか他の人間たちとはまるで違うらしい。あの貧弱なる魔力を尽くし人間どもの隙に介入するが、何をしても奴らは魔法とは思わぬ。ほんのちょっとした勘違いと決めつけ、わらわの存在をケーキのろうそくでも吹き消すかのように簡単に消し去ってしまう。救うだ。わらわにとってそなたとの出会いなど新しい暇つぶし以上でも以下でもないわ。おやおや、これはすまぬ。夢中で遊んでいると暗くなるのに気づかぬものだ。ちびぼうきとやらか。なるぞ、その隣の窓辺に。我が姿が神出鬼没であるように、我が魔法は神出鬼没。指を一つ鳴らすだけでこのように自由自在よ。するがやりはせぬ。さすがにこれではいたずらの域を超えるのでな。そなたをわらわは気に入ったぞ。わらわを捕らえたとな。それは同じである。わらわがそなたを捕らえたのと同じことであるぞ。その通り、そなたがわらわを認めたおかげでわらわはそなたとの縁を得た。日々に退屈していたわらわにとって、そなたごとき幼子であっても話し相手が生まれるのは良いことだ。いや、話し相手ではない、遊び相手であるわ。遊びならばいたずらはつきものであろう。まあよい、今日はこれで十分楽しんだ。日が陰る、月が満ちてきた。わらわもそなたの前にいつまでも姿を現すのは疲れる。今日はこれにてお開きとしようではないか。ほうき一本でそなたとたっぷり遊べた。いやだ、これはそなたとの出会いの記念に。わらわが頂戴するぞ。文句はないな。
わらわは人間の言うことなど聞きはせぬ。しかし、友人の言うことには耳を傾けぬでもない。愚かなる人間め。それが魅力的な取引とでも思ったか。わらわに取引を持ちかけたくば、神秘の魔法陣の一つも描いてみせよと言いたいところだが、そなたの申し出は考える余地があるだろう。そなたを我が友人として迎えてよいものか、預からせてもらおうぞ。何しろ魔女は天のジャック。答えを求められたら即答を拒むのが魔女というものよ。うん、このほうき、そなたとの友情の架け橋となるや否か、しばらく預からせてもらい、それを迷う悦を楽しませてもらおうぞ。それではさらばだ。そなたとの遊戯、退屈はしなかったぞ。ぜひまた遊ぼうぞ。猫はネズミをいたぶるとき、友情を育んでからいたぶるというのか。この島に来て初めてできた友人はどうやら人間ではないようだった。しかし思い返せばそれは当然。魔女の島でできる友人がどうして魔女でなかろうか。これが我とベアトリーチェの初めての出会いである。しかしながら勘のいい諸賢はお気づきのように、これは本当のベアトリーチェとの出会いではない。我がベアトリーチェと呼ぶその魔女は後に他の名で呼ばれることとなる。しかし人ならざる者であることに違いはない。そして人ならざる者に縁を持つことは人ならざる世界への縁を持つことともなる。我は未だこれより六軒島で数奇なる運命をたどることになるとは知る由もなかった。